ートします。はい、ナイスナイス。ガーラーラタロッテリアを大量に買ってきましたということで、ロッテリアを大量に買ってまいりました。この画面の通り、見ての通り、もうサムネでも今撮ってたんかという、この感じですけども。今回はですね、何をするかと言いますと、簡潔に言うとですね、ロッテリアで、1万円企画ということで、ロッテリアで1万円分食べきろうという企画なんですけども、今回めちゃめちゃ大量に買ってまいりました。なんかマックとかって有名ですけど、ロッテリアって意外と店舗少ないんよね。僕はロッテリアを支持してますからね。なんでかっていうと、僕は千葉ロッテマリーンズが大好き。大元の会社がロッテで一緒ですからね。多分ね。こちらの商品をちょっとずつ紹介していきたいと思います。まずですね、こちらもまずですよ。もうロッテリアと言ったらこれ。フルポテ、これ5個分買っております。フルポテめちゃめちゃ好きで、フルポテね、びっくりしたんだけど、味が基本的にバター醤油だけだったんですよ、こちら。バター醤油だけだったんですけど、なんと、じゃん、こんなにもお仲間が増えたんですね。こちら紹介していくとですね、たこ焼き風味っていうのなんだよね、新しい。和牛すき焼き味という、これも新しい美味しそうですね。そして明太チーズ味。そして焼き牡蠣の醤油風味味ということでですね、いろんな種類が出てます、フルポテ。本当に最高すぎる。マジでうまいの、フルポテ。今回何で買ったかというとですね、ウーバーイーツさんじゃありません。ウーバーイーツも好きですけど、今回は、出前館さんにお願いしました。ありがとう。私と出前館さんの関係性はめちゃめちゃ深いんですよ、実は。出前館はもうあの、寿司戦艦企画の時にもういっつも頼んでましたから、もう出前館のなんかもうプラチナ会員みたいな感じのになったからね、俺。ぜひ、出前館さん、何か一緒にできることがありましたらよろしくお願いします。はい、ということで紹介の続きしていきたいと思いまーす。てかさ、そう、あの、フルポテの話戻させて、フルポテなんか知らんけど、期間限定で半額になってたらなんで？許せない。1万円企画で一番やっちゃいけないこと、半額セール。絶対ダメよ。そして待って、ウーロン茶2つと、メロンソーダ2つ。そしてこちら、バケツコンビ、唐揚げット&ポテカラということで、唐揚げとポテカラが2つ入ってるっていう感じですね。あ、そう。これと、これ。これとこれ2つ合わせて、バケツコンビです。こちら値段、1400円。すごいよね。そしてこちら、ロッテリアのソーナ、エビカツ3枚って書いてあります。エビカツなんですよね。そしてこれうまそう。もう直撮りしちゃいますけど、モビールチーズスティック。日本です。そしてこれも直持ち失礼しますと、サクサキチキンスティックです。で、こちらが照り焼きリブサンドですね。うまそう。絶品ベーコンチーズバーガー。半熟てりたまブルーリー。そしてこちら、トリプル絶品チーズバーガーでございますね。なんとこちらの商品、合計で。1万円いかずです。でもいいの。もう一回頼む予定だから。いや、あの、うまく食べたいんで、あの、とりあえず出来たてが食べたいんで、あの、2回に分けることにしました。なんで、とりあえずまあ、8000円分食べてから、まあ、後日。後日と決めつけるな、今日で1万円食い切る気持ち、食べていきたいと思いまーす。ってことでですね、あの、今、あの、編集のキーちゃんも来てるので、キーちゃんも一緒に食べたいと思うので、すいません。すいません。ぜひ、食べてください。絶対使っといて、優しいなって言葉。そして、あと、チーズバーガーと、こちらです。ベーコンチーズと、言わせてるみたいになってない？あと、ウーロン茶で。はい、じゃあこれで一旦。で、あと、フルポテを、とりあえずバター醤油じゃあ、あげます。はい、ということで、じゃあ食べていきまーす。とりあえず、このバケツのやつがすごい気になるんで、食べていきます。うまそう。丁寧に揚げられてる感じ、すごいね。いただきます。うん、いいね、この手作り感じゃない感じ。うん、いかにもマシンで作ってますみたいな味、めっちゃ好き。おいしい。いや、幸せ。そして私気になってたこちら、伸びるチーズチキンでございます。いただきます。伸びるかどうか検証しましょう。いきましょう。あ、おいしい。これどっかで食ったことある味すると思ったら、サケチーだね。え、これサケチーだよね、多分。うん、おいしい。温めたら伸びるんかな。温めます。やばい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 。もうチーズが出ちゃって。危ない。めっちゃ待って、ごめんな。なんかうわうわうわ、すごい熱。うわうわうわ、すんごい伸びてる、すんごい伸びてる。これいただきます。めっちゃうまい。あっくっ。ふん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 。あっくっ。
一括いきますか。うまそう。いただきます。うわ、ストレリー。うわ、うまっ。意外といけんな。外めっちゃカリカリしてて、で中がもうね、エビがもう、もうあのありきたりな表現だけど、もうプリプリ、もうね、レベルが違う、もうプリプリ、もうプリンプリンみたいな感じ。うんにょうまい。うん、フリポテ食べてみます。ちょっとたこ焼き風味食べてみますか。たこ焼きってどんなんなんだろう。こっから切ることで食べやすくなるんですよね。うん、うまそう。うん、あのね、はしゃまだよ。まるまるもりもり。多分これが待たせすぎたんだと思うんだけど、チナチナ。撮影の裏話をしますと、前振りと商品紹介全部取り直し。だからポテトさんもチナチナ。いやマジマイクの音声入ってないの気づいた時泣いたな。チキンスティックいただきます。うん、さて温めてみようか。温めたチキンスティックで、あっつ。熱っ、うん、あ、やわかいわ。あっくっ、あっくっ。ではでは、ロッテリアといえばのバーガーいきましょうか。いただきます。うん、おいしい。ロッテリアって結構甘めのタレを使ってるよね。それがすごいおいしい。甘だれ最高。このフルポテの粉が賞味期限2020年10月27日僕の誕生日ですよね。うん、で思った。毎日が誰かの誕生日であると同時に、毎日が誰かの賞味期限。これはそういうことなのよ。うーん、難しい。何を話してんのか。うん、なんか2枚完食です。3枚あるんで1枚キーちゃんに焼けます。お願いします。バーガー食べた。バーガー美味しかったです。え、もう2つ食べた。食べました。強っ。じゃん、チャンネル登録した。あ、よいしょ。うおー、してるやん。チャンネル登録してね。あのですね、ポテトがね、すげえ冷たくてね、しなしな。これポテトとしてはダメだね。絶対言っちゃいけない言葉今。うん、本当でたこ焼き完食だ。おいしい。スティック完食です。おいしいですね。うますぎえ。だいぶ食べきってきましたが、まだポテトが3つとバーガーがありますよね。次はですね、俺が気になってたのは焼き牡蠣の醤油味。これはもう最高です。はい、はい、はい、いってきます、いってきます。よいしょ。あ、うわ、なんだこの味。これが牡蠣の味。なんかどっかで食べたことあるような味だけどな。牡蠣ではない。何か牡蠣なんかな。え、牡蠣なんかな。いや待って、マジでポテトバカだ。マジできつい。これで200円だったかな、確か。これハンバーガーいけんのかな、俺。これ、これの違うか。ちょっと待ってよ。無理だ、これね。無理だ、これ。すごい勢いで口から出た。それをそして食う。まあ、一旦、あの、ブレイクみたいなの取りたくない。なんか、一旦ね、一旦ブレイクみたいなやつ入れたいと思います。うん。チャンネル登録した。え、まだ。チャンネル登録してね。おはようございます。ということでですね、2日目の朝になっております。こんにちは、よろしくお願いします。朝というかもうお昼なんですけど、あの皆さんもうお気づきでしょうが、ロッテリア昨日残しましたね。はい、すいません。もう普通スカイピースの一番客だったら、もうその日に残して次の日になんてもうめっぽうごめんなさいなんですよ。
めっぽうそんなことしちゃごめんなさいなんですけど、人類ハウスだからこそ許されるというか、まあ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 、俺一人なんでね、言うても、まあ、キーちゃんとか見つつですけど、昨日の残りのものがですね、フルポテ2個と、そしてこの、ポテトと、この、チキンみたいなやつが、残ってるので、こちらを全部食べきったら、8000円。です。8000円です。昨日のハンバーガーともう一個横長のやつあったじゃん。それはね、キーちゃんが食べてくれました。もう本当にすいません。不甲斐ない。不甲斐ないけど、捨ててないことで、俺はもう大丈夫だと思ってるんで。ということでですね、まぁ、早速まぁ、食べていきましょう。頑張ります。こちらですね。一日経ったこれ。柔らかいんですよ。すごい。なんかサクって感じなくて、もうね、美味しい味してる。なんかつけたいな。せっかくなら。はいはい、やってまいりました。エントリーナンバー1、マヨネーズ。マヨネーズとナゲットの組み合わせは絶対間違いない。いただきます。大勝利。合わないわけねえんだよな。そしてエントリーナンバー2、ポン酢玉ねぎ。まあまあいい。見ての通り分かるんですけど、減りが悪いんですよね。俺この味あんまり多分好きじゃないよね。エントリーナンバー3、ポン酢。うわ、さっぱり、めちゃめちゃ。まあでも間違いなく優勝はマヨネーズですね。マヨネーズめっちゃうまい。明太チーズ風味の味です。ここは意味ない。こっちやっても意味ない。うわ、湿気てんな。これ油で揚げ直しますわ。湿気てるポテトこんだけ食うのきつい。はい、ということでですね、ここでしらしらになったポテトフライをカリカリに揚げていきたいと思う。油をもう今温めてるので、ここに入れていきたいと思います。レッツゴー。熱っ熱っ。ちょ、これももう一回揚げてみる。はいはい。女は二度裂くって言いますからね。ポテトも二度裂きますよ。はい、ということで、改めて揚げ直したポテトフライいただきます。うわ、ナゲットエグ。いきます。味が焦げ。カリカリ。和牛すき焼き風のパウダーをかけていきたいと思います。はい、しっかりかけまして、美味しそうです。いただきます。マジでじゃがりこ、中身がスッカスカなんですよ。もう見る、中身がスッカスカなの、これ。でも焦げ。向こうのキッチンマジ熱い。はい、ということで食べますよ、これ。なんか味が全体的に焦げなんだよな。これじゃない感がすごいのよ。めっちゃあるやん。これ全部焦げだよ。もう美味しいやつ食べたい俺。一応シャカシャカポテト終わりました。後で食べます。はい、ということでですね、あれから1日2日3日、2日2日経ちまして、作ったポテトがこちらですね。もうカリカリです。やっぱりカリカリしてるからね、時間経ってもカリカリそうなのよ。そんでこのフルポテ、フルポテこれ大丈夫かな。買った、え。マジか。こちらはいつまでもカリカリで、これ全部食べてもあともう2000円食べなきゃいけないんで、2000円はもうすでに頼んでありますんで、待つだけです。普通に今腹減ってるからうまく感じる、この焦げスティックが。完食です。美味しく食べれました。これは意外と。問題はこっちのフルポテ。うわ、なんか干し芋みたい、干し芋みたいな、感じなんだよな。うわ、やだわ、嫌な感じ。だって何日前のポテト。うわ、やだな。早速あとは第3次のロッテリアを待つだけです。はい、ということでですね、最後の1万円分の2000円分のロッテリアが届きました。1万円企画3日かかりました。ありがとうございます。
3日かかりましたが、まあ早速ちょっとね、出来たてのロッテリアを最後食べてね、1万円達成したいと思います。私が今回頼んだのはこちら。あの、食べた時にめっちゃ美味しかったやつ、これ。あの、チーズのやつ。チーズスティックを2つで500円です。で、なんとこちら、どどん、ロッテリアクラシックバーガー。え、でかくね？マジで。こちらがですね、1500円。めっちゃ高い。で、2000円達成です。2000円達成です。どんだけザコインやと。いただきまーす。うまっちい。うん、うん、うん、うん。もう終わり。めちゃめちゃボリューミーだな。量がすごい。いただきます。あー。うん、うん、うん、うまっ。うん。いいね、これね。うん。あー。うん、はい、うん、じゃあもう終わりました。あとバーガーだけです。よし、いただきます。うん、気づいたらもうバーガーの部分は片方ないですが、いただきます。うん、1万円達成やりました。多分いないんじゃないですか、1万円客3日かける YouTuber。